皆さんはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日は鏡開きです。1月11日は飾ってた鏡餅を崩してお汁粉とかにする鏡開きですよね。で、普通に小豆から一から作ってもいいんですけど、ちょっと大量にできちゃうんで、今日はゆで小豆の缶詰を使って作っていきたいと思います。ちょうど1缶で2人分できるみたいです。じゃあ今日は缶詰で簡単お汁粉を作って食べていきたいと思います。お汁粉の材料はこんな感じです。作ってみてね。今回使う小豆缶はこちらです。スーパーで100円ぐらいで売ってるやつを買ってきました。手を切らないように缶を開け、中身を全部出したら、そこに水 200ml、 塩ひとつまみを入れて弱火で5分焦げないように混ぜながら煮ていきます。5分経ったら焼き餅を2個お椀に入れて、小豆とつゆを注いだら、小豆缶で簡単お汁粉の完成です。今回はバターと塩昆布をご用意しました。バターは隠し味に加えると美味しいんだって。じゃん、じゃーん、できました。私九州出身なんですけど、九州は基本お餅とお汁粉を一緒に煮込むんですけど、今日は焼き餅で関東風にしてみました。じゃあ早速いただいていきたいと思います。いただきまーす。わー、美味しそう。うん、美味しい。砂糖入れてないんですけど、甘さとかもちょうどいいですね。しかもこのお餅、うちのばあちゃんが作ったお餅なんですよ。あったかいですね、うん、今お餅1個食べたんですけど、なんかバターを入れると小倉バターみたいな感じで美味しいみたいなんで、ちょっと加えてみます。はい、加えました。意外とちゃんと溶けますね。うん、めっちゃ美味しい。あ、美味しい。なんかバターのコクが加わって、また普通のお塩とは違う塩気が加わって、なんかさらにお汁粉が美味しくなりますね。え、これもっと早くやっとけばよかった。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、今日砂糖を一切加えずに作ってみたんですけど、甘さちょうど良かったですね。いつもはなんとなく加えながら作るんですけど、結構甘ったるくなっちゃって喉が渇いちゃうんですけど、なんか意外とちょうど良かったですね。で、ネットでちょっと調べて今日はバターを入れてみたんですけど、めっちゃ美味しかったですね。もっと早くやればよかったって思いました。やっぱあんことバターの組み合わせは最強ですね。よかったら試してみてください。じゃあぜひ皆さんも缶詰で簡単お汁粉作って食べてみてはいかがですか？今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。